最新をするんですけど、その前にちょっとインスタライブしようかなと思って、やっております。今ちょっとパタパタっと帰ってきたんですけど、明日がですね、ジェネレーションズのライブオンライン本番ということでですね、楽しみですけども、ここ家です。僕の家には実はいろんなスポットが存在しておりましてですね、ちょっと今日はまたいつもと違うポイントなんですけど、いろいろ試しながら、そうなんですよ。ライブオンライン、アベマ TV のアプリからライブが生配信されるということで、僕たちはジェネレーションズとして明日やらせていただきます。スースースース。あ、たくみさんが、斉藤たくみさんが、斉藤たくみさんまたちょっと LINE させてください。すいません、いつもたくみさんいましたね、今ね。この間ちょっと LINE でやり取りさせてもらったんですけどね、はい。し、この後6時半、まあちょっと過ぎてもいいかなと思ってるんですけど、6時半過ぎからその CL というキャス配信アプリ、そしてまあ番組とかも配信してるアプリがあるんですけど、そちらから、配信をします。その前にちょっとこちらから、まあちょっとインスタでね、フォローしてくださってる方もいるので、そちらの方にもなんかこうお話できたらなと思ってやっております。久しぶりにインスタライブやっておりますけども、意外と皆さんお忙しい時間ですかね。うん、そうなんですよね。インスタライブも時々やろうかなと思っております。はい、明日の見どころはって今書いてくれてる。そうですね、まああとでね CL の方でも話せたらなとは思うんですけど、明日はとにかくいろいろ盛りだくさんのライブでですね、まあ結構ギリギリまでセットリストも変えたりとかしながらやって、昨日ね、そうそう、アラン君と僕のなんか演出があるのかみたいなところもあって、そちらも楽しみにしていていただけたらなと思っております。はい、6時半になっちゃったんで、ぼちぼちそっちの方に移行した方がいいのかなと思いつつなんですけど、なんかあります？あ、ちょっと時間がね短かったからね。明日もね、いや、なんかインスタライブちょこちょこやれたらいいですよね。そういう CL とかもやりつつ、うん、ライブ、あ、そうなんですよ。ジェネハウスね、何やろうかなと思ってるんですよね。そんなところも後でキャス配信でも話せたらなと思うんですけど、まだ一回もライブ見れてない。マジっすか。ぜひ。結構でも、なんでしょうね、おー、そういう曲やるんだみたいなところもあると思いますし、もう今回やったら多分二度とやんないのかもなみたいな曲もあるんで、ちょっと
今回は、見応えあると思います。本当はね、もちろん直接ライブでお会いできるのも楽しみではありますけれど、それもなかなか、今のご時世ね、なかなか難しいところでもあるので、昨日3代目の皆さんが「カウントダウン TV ライブライブ」で赤坂ブリッツやってたんですね。懐かしいですね。10年経ったんだなと思いますけどね、オーディションから。じゃあ僕ちょっと CL の方に行こうかな。短いですかね、皆さん CL も行けたりします？準備はいいですか？短い。ちょっとまたなんかインスタライブでもや、なんか面白いことできたらいいですよね。いつもなんかドラマとか映画の宣伝もよくやらせてもらってたんですけど、今そういうのもないんでね。そうですよね。移動しますって言ってくれて。じゃあ行きますか。行きますか。移動しても同じ人がいるか、あれ、見てくださるかわかんないけど。じゃあ、待っててください。そっちで。行きます。ありがとうございました。ちょっとまたやります。こっちも。じゃあね。CL で、CL アプリダウンロードしてみてください。